さんこんにちは、ムーンです。スロンとマクヘルの謎のストーリーやっていこうと思います。それでですね、私ねちょっとね、なんかゲームの音量設定がですねミスったというか、なんかマイク側の設定がおかしくなったのかわかんないんだけど、音がねすごいおかしく取れてしまって、でそれをね収録終わってから気づいたんですよ。なのでね、もう54幕まで進んじゃったんだけど、でもね収録後の録画のデータ見たら音がおかしかったので、さすがにこれはまずいと思って消しました。はい、ってことでね、一回やったんだけど、この50幕まさかの切り札ってところからねやっていきます。で私はねもうねネタを知っているので、どういう話だったかっていうのを、なのでちょっとサクサク進めていこうかなと、この54幕が終わるまでは。本当にすみません。はい、ちょっと話的にね、ちょっとシークレットワードをすぐに開いてしまったりとか、収録時間がすごく短くなってしまったりすると思うんですけれども、ちょっとね本当にご了承いただければと思います。はい、次回こそ気をつけます。それではね、今回はこの50幕まさかの切り札っていうのをやっていきましょう。これね、49幕がねめっちゃホラーだっただけに、50幕は平和なお話でした。じゃあやっていきます。はい、じゃあ昨日仲間とトランプゲームで過ごす週末は最高です。でも白熱しすぎておかしなハプニングが起こることも。トランプはねやりましたね、高校の時に修学旅行とかでUNOとかババ抜きとかやりましたね。じゃあ今回まさかの切り札って話です。ある日、仲のいい4人の男女がトランプで遊んでいた。男がカードをめくると女が勢いよく立ち上がり、おもむろに服を脱ぎ始めた。一体何が起こったのだろう。はい、よし、ちょっとねエッチーな話になっちゃうんじゃないのって思うんですけれども、ちゃんと理由があるのです。じゃあやっていきましょうか。仲のいい4人の男女ってところがねまず大事ですね。4人の男女はねトランプでゲームをしていたんですかね。はい、でここですぐに開いてしまうんですね。はい、はい、で4人はトランプでカードゲームをして楽しんでいました。ということでカードゲームがまずシークレットワードになります。本当に申し訳ない、もうねやってしまっただけにね、本当にね気づいた後にはぁってなりました。でカードゲームは盛り上がっていたんでしょうか。そりゃね楽しいですからね、ゲームは。はい、はい、ゲームは山場を迎えており、勢い余って、はい、勢い余ってどうしちゃったんでしょうかね。カードゲーム、これ種類はね特に関係なかったような気がするんだよな。関係ありません。うん、しかしトランプをめくるという行動には関係があります。ババ抜きとか七並べとかですかね。七並べって今みんな知ってんのかな。男女4人位置は関係してるんですかね。座った位置ですね。はい、これいい質問なんですね。はい、位置がずれていたら女は服を脱がずに済んだかもしれません。はい、もうちょっと見る。カードゲーム、カードゲーム、まあ男女4人、まあ仲がいいからカードゲームやってるんで、罰ゲームはあったんですかね。いいえ、ないんですね。野球券みたいな感じかな、どんどん脱いでいくの。カードゲーム以外に何かしていたんでしょうか。はい、飲み食いしながらゲームを楽しんでいました。はい、飲み食いしていたんですね。飲み食い、お、男トランプめくる、男のトランプのめくり方が関係しているんでしょうかね。はい、はい、でもわざとではありませんでした。女、女服脱いだのはハプニングが起こったからですかね。はい、いい質問です。
はい、はい、服を脱がざるを得ない何かが起こりました。はい、決して罰ゲームでもね、なんでもないわけですね。じゃあトランプを見ていきましょうか。トランプめくる、トランプをめくるときに何かとぶつかったんですかね。はい、はい、あまりに勢いがつきすぎて何かが手にぶつかったようです。はい、で4人の男女、ちょっと待ってね、確かねここだった、お菓子を食べてたんですかね。はい、はい、山盛りのお菓子と熱いコーヒーを並べていました。これで多分皆さんも察しがついたんじゃないですかね、なんで女性が服を脱いだのかっていう。はい、コーヒー、コーヒーは熱かったんでしょうか。はい、うん、入れたてね、とても熱いコーヒーでした。いやーもう本当にもうやってしまった、ごめんなさい皆さん。カードゲームこれはないと思うけどね、まああれば嬉しいよね。じゃあトランプ、大きさは多分関係なくて、めくる、女、トランプをめくったとき女は驚いたんでしょうか。はい、驚いて悲鳴あげました。はい、ってことでもう行っちゃおうか、行っちゃいますね、すみません。4人の男女はトランプで何をしていたんでしょうか。カードゲーム、4人の男女はトランプしながら何をしていた、飲み食いしていましたね。カードをめくったとき男が吹き飛ばしたものはコーヒーですね。女が服を脱ぎながら考えていたことは、これエッチっていうのが本当面白い。でも実際は熱いですね。で脱いだ服はどうなったんでしょうか。コーヒーがかかったのはシミができますよね、ってことで回答です。正しいようです。はい、じゃあ回答を見ましょう。その時カードゲームは山場を迎えていた。男がカードをめくるとき勢い余って熱いコーヒーの入ったカップに手が当たってしまった。コーヒーをかけられた女は慌てて立ち上がり、やけどをしないように服を脱いだ。ただそれだけだった。はい、ってことで、はい、まあね、まあ、あるあるだったりしますよね。あんましないかなでもなんかね、あのやってしまいそうなケースですよね。じゃあ進みましょう。種明かしをされればちょっとした事故だったわけですね。誰ですか、これはいい手だなんて言っているのは。ダメですよ、この動画を見てくださってる男性諸君、ちょっと好きな女の子の、うん、ほにゃららが見たい、ほにゃららが見たいって思うのは。はい、じゃあ今回はここまでにします。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちら、サブスクライブと書いてあるところにリンクが貼ってありますので、そちらから登録をお願いいたします。スマートフォンもしくは携帯電話からご覧になっている方は、現在ご覧いただいているページにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらから登録をお願いいたします。これからも楽しい動画をバンバンアップしていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。